神奈川県横須賀市で車からロケット花火を乱射しながら走行する危険運転の一部始終をカメラが捉えました。走行中の車に突然火花が撮影者を追い越した車の窓から放たれているのはロケット花火です。先月29日の深夜に横須賀市の県道でドライブレコーダーが捉えたこの映像映像からロケット花火は 車のボンネットや周辺の住宅に向けて少なくとも10発が打ち込まれていることがわかります。危険運転が繰り返されたのは京急栗浜駅に近い住宅街。住民は恐怖と憤りをあらわにしています。映像を捉えた車には3発のロケット花火が当たり所有者の男性は警察に通報した上でドライブレコーダーの映像を提出したということです。 男性によると、花火を発射した車は時速100キロくらいで走り去ったということで、警察が情報提供に基づいて捜査を進めています。ロケット花火です。先月29日の深夜に横須賀市の県道でドライブレコーダーが捉えたこの映像。映像からロケット花火は車のボンネットや周辺の住宅に向けて、少なくとも10発が打ち込まれていることがわかります。 問題の動画が撮影された道路沿いには多くの住宅街が,が立ち並んでいます危険運転が繰り返されたのは京急栗浜駅に近い住宅街本当になんかちょっと怖いなっていうことと、うん、ありえないって思いましたね万が一どっかに入って火事になったら困るじゃないですか映像を捉えた車には三発のロケット花火が当たり 所有者の男性は警察に通報した上で、ドライブレコーダーの映像を提出したということです。男性によると、花火を発射した車は時速100キロくらいで走り去ったということで、警察が情報提供に基づいて捜査を進めています。あまりにもひどいです。どういう考えでこういうことができるのでしょうか。撮影者の車や周りは大丈夫だったでしょうか。 曖昧なのはプライバシー保護の観点で必要だと思いますが明らかな場合は顔やナンバーなどは公表するべきだと思いますナンバープレートが見えているので少なくとも所有者は特定できますそこから芋づる式にピックアップできるでしょう未成年であろうが犯罪は犯罪です